んにちは。皆さんは加藤玲子さんをご存知でしょうか。歌手の加藤玲子さんとは別人です。今回は1980年代に伝説のグラビアアイドルとして名を馳せた加藤玲子さんについてご紹介していきたいと思います。彼女のデビューから経歴、現在までを調べてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。名前加藤玲子、本名横尾夫妻、旧姓加藤、別名義星野優子、星野玲子、生年月日1969年2月19歳、出身地埼玉県越谷市、血液型 A 型、職業タレント、歌手女優、配偶者横尾かなめ。加藤さんは埼玉県越谷市に生まれ、3人兄弟の一番末っ子で、兄が2人いらっしゃいます。埼玉県内の中学高校を卒業され、高校の時には佐喜谷健次郎の大ファンになったそうです。高校の春日部共栄高校を卒業後、戸川女子短期大学へ進学し、ドライブやカラオケ、テニスなどをしてよく遊んでいました。芸能界入りのきっかけは短大2年生の時、東宝芸能から星野優子の芸名でグラビアデビューをすると、同じ事務所の羽田美智子さんと共に掲載された白夜処方の写真時代ジュニアのグラビアが、芸能プロダクションイエローキャブの元社長野田義治さんの目に留まり、羽田さんと共に事務所を移籍しました。加藤さんは当時イエローキャブを支えていたタレントで女優の堀江忍さんが23歳という若さで亡くなり、憔悴する野田さんを自分が支えたいと思ったそうです。移籍してから芸名を星野優子から星野玲子に改名し、イメージビデオに出演していました。1989年には短期大学を無事卒業し、同年9月6日第16代クラリオンガールに応募者4820人の応募者から選ばれると、加藤玲子に再び改名しました。この時クラリオンは加藤さんに人気が出ることを見越して、ポスターを通常の5倍である5万枚を作成し、本気で加藤さんを売り込みました。改名後は多くの写真集やイメージビデオが発売され、あっという間にイエローキャブの出世頭になりました。1990年に Listen to Your Heart で歌手デビューし、ビデオ映画女教師仕置きに復讐の女神で女優デビューも果たしています。1991年にはアサヒビールのイメージガールにも選ばれ、歌手として同年日本青年館大ホールで初のコンサートを行っています。1992年には司会として初めてフジテレビ深夜音楽番組ロックショーに出演。有名な話が、ゲスト出演者だった森川美穂さんに誤って森川ゆかりさんですと紹介したことから、森川さん本人においおいおいとツッコミを入れてもらったことです。お二人はこれを機に仲良くなり、現在も大親友だそうです。歌手として積極的に活動したかった加藤さんですが、高校時代からファンである塩谷健次郎さんに楽曲提供をお願いしたり、1995年頃からは塩谷さんの影響を受けて加藤さん自身も作曲を行うようになりました。加藤さんはイエローキャブの元社長である野田義治さんの著書内で、ある有名人からバストの大きさ美しさで日本で初めてアメリカ人女性に勝った存在と加藤玲子を絶賛されたと記しています。加藤さん本人はご自身の豊かな胸にコンプレックスを抱いていました。加藤さんの売りといえば、伝説のグラビアアイドルと言われるほどのとてもいいプロポーションだと思います。しかし加藤さんは歌手としての活動をメインにしていきたかったようで、ファンとしてはグラビアの要望が多く、そのギャップに常に悩んでいたそうです。売り上げとしてもグラビアや写真集が好調に対して、歌手としてリリースしたシングルやアルバムは全て赤字という結果でした。しかし加藤さんは女優としても順調に活躍しており、1993年にはテレビ朝日ドラマ「セールスレディは何を見た？」や1994年日本テレビ「禁断の果実」、1995年 NHK 大河ドラマ「八代将軍吉宗」など多くのドラマに出演しています。加藤さんはグラビアでも女優業でも、当時は珍しくやりたくない仕事はやりたくないとはっきり言うタイプで、加藤さんが断った仕事は駆け出しの頃の細川文江さんが代わりに引き受けるなんてこともあったそうですよ。社長の野田さんもそれを許していたそうですが、
香港で加藤さんが写真集の撮影をしているときに、お前はクビだと怒鳴って飛行機に乗って帰ったなんてエピソードもあります。しかしイエローキャブの元社長が2004年11月に社長を辞任したことが分かると、野田さんの元に真っ先に電話をくれたのが加藤さんだったそうで、野田さんは玲子はやっぱりいい子だなと思ったとお話ししていました。プライベートでは2001年12月15日プロゴルファーの横尾かなめさんと結婚されています。この結婚を機に一度事実上芸能界を引退されてから、2012年6月27日放送の日本テレビ系一番ソングショーに出演するまでの11年間メディアに一切出ていませんでした。横尾さんとの出会いはゴルフと思われる方が多いと思いますが、実はゴルフではないんです。最初の出会いはお正月特番の収録でした。お二人はその時一切話すことがなかったそうですが、コンビニチェーンが主催したパーティーで再会を果たします。さらに仲良くなったきっかけは社長の野田さんに横尾さんを紹介してもらったことがきっかけだったそうです。野田さんからしてみれば所属タレントを覚えてもらうことが目的だったのでしょう。まさか交際に発展するとは思っていなくて、結婚までは良かったのですが、そのまま引退を決めた時は大変ショックだったそうです。結婚を機に加藤さんも横尾さんはアスリートのため主婦業に専念することを決めました。しかし加藤さんは下げマンと言われてしまいます。理由は横尾さんが加藤さんと結婚前アメリカツアーのフェニックスオープンで2位に、さらにダンロップフェニックス選手権で優勝するなどの大活躍中でした。しかし加藤さんとご結婚された2001年では世界ランキング150位と一気にランクを落としてしまいます。加藤さんは2012年に芸能界復帰をした際に、旦那さんの年収が下がったから芸能界を復帰したのではないかと心ない噂が広まり、不仲説や離婚説などの噂が流れましたが、これはデマのようです。加藤さんと横尾さんには娘さんが一人いらっしゃって、芸能界復帰は子育てが一段落ついたからだと考えられます。また娘さんの横尾幸さんはアイドルとしても活躍しており、加藤さん似の可愛らしい女性に成長しています。娘さんの横尾幸さんのプロフィールをまとめてみました。名前横尾幸、生年月日2003年2月20日元所属グループ東京夢ピヨ組、担当カラーストロベリーピンク、愛称さっちゃん、さちおさち、血液型 A 型。さちさんは身長が160センチメートル以上もあり、手足も長くスタイル抜群です。また顔や輪郭、目元は母親そっくりでとても可愛らしい方です。現在は目立った活動をしていませんが、今年で成人されることですから、もしかしたら母親と同じく芸能界で活躍されるかもしれませんね。現在の加藤さんですが、女性専用のパーソナルジムクレビックに通い、スタイルを維持されているようです。テレビではバラエティーを中心に出演し、2018年には娘さんと一緒に踊るさんま御殿で共演していました。視聴者からは娘さんと並んでも加藤さんの方が断然綺麗、加藤さんにあんな大きい娘さんがいたなんてという声が多かったそうです。また2020年2月には金スマにも登場されています。また芸能活動休止期間中にハンドケアセラピストやハーブティソムリエの資格を取得していたそうです。公式インスタグラムでもゴルフをする姿や今でも美しい加藤さんが見られるので SNS を覗いてみてくださいね。いかがだったでしょうか。今回は加藤玲子さんについてご紹介させていただきました。今でも美しい加藤さん、グラビアに歌手、女優に司会と多くの方面で活躍されてきた方だけに、今後もっとメディアに出てこられるかもしれませんね。今後の活躍に乞うご期待です。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた。